ビーチングした LST-19 と M4 中戦車、戦車揚陸艦は人員や物資の揚陸を目的とする揚陸艦のうち、揚陸艦自体が直接海岸に乗り上げることによって、不評や戦車などを揚陸する艦種のこと。アメリカ海軍式の艦種類別記号は LST が挙げられる。戦車揚陸艦はその目的に特化した構造を持っている。 搭載された車両や兵員を上陸させるための大きな扉が艦首に設けられている。艦の全部は格納庫になっており、環境や機関部などは多くの場合は完備に置かれている。武装は自衛用の対空砲のほか、艦首に上陸支援用の機関砲やロケット弾、発射機などが取り付けられることもあるが、あまり大型の火砲はない。着眼しやすくするために艦隊全部の船底は平らになっている。 この平らな船底という特徴のため、概洋では横揺れがひどく、乗り心地はあまり良くない。揚陸の手順としては、まずバラストを調節し、艦首を上げて海岸に接近する。着岸直前に、艦尾の怒りを下ろし、着岸点に着いたら、バラストを調節して、艦首を下げ、艦首を着底させ固定する。艦首の扉を開けて、渡し板を繰り出し、車両、 兵員を上陸させる。離岸時にはバラストを調節し艦首を上げ、艦尾の怒りを巻き上げ更新する。現代の戦車揚陸艦の直径の祖先である、連合国側の戦車揚陸艦は、第二次世界大戦中の1941年に、イギリスで考案された。この背景には、第二次世界大戦序盤に連合国側が一敗ぱに、まみれ、フランスがナチスドイツに降伏したため、 ヨーロッパ大陸での拠点を失ってしまっていたという事情がある。数軸国側に勝利するためには大陸への再上陸作戦が不可欠となっていた。守備側のドイツ軍は飛行部隊を持っているため上陸作戦を成功させるためには連合軍も飛行部隊を速やかに上陸させる必要がある。イギリス軍は戦車を搭載できる大型の上陸用集艇である。 LCT を開発していたが、高用性が低くて、不適当であった。そのために、戦車を搭載して機前でも、速やかに上陸させることができる、新型揚陸艦の開発が望まれ、戦車揚陸艦の開発につながったのである。最初に、タンカー改造の馬着エロ級の建造が行われた、後に、より高速のボクサー級型の建造が行われた。さらに、 イギリスの設計に基づいてアメリカ合衆国で委託建造をされた改良型の l s t 型が大量に収益した。他方日本陸軍も日中戦争での経験から1930年代には独自の戦車用陸艦の研究を開始していた。連合国のものより小型であるが一応の公用性能を有する機動艇を1942年に完成させている。日本海軍も 太平洋戦争中に類似した二等輸送艦を建造している。戦車揚陸艦が最初に実戦投入されたのは1943年6月のソロモン諸島でのアメリカ軍の作戦であった。その後行われたノルマンディや洋島、沖縄などの多くの上陸作戦においては欠かすことができない存在となった。敵前上陸という過酷な任務から多数の艦が失われた。 第二次世界大戦後には戦略、戦術の変化や戦車揚陸艦の欠点から不要論もあったが、朝鮮戦争時において二川で使用され有用性が再認識された。しかし、今日では以下のような理由のためエアークッション艇やその他の上陸用集艇を用いた揚陸を主体とするドック型揚陸艦等にとって変わられつつある。 アメリカ海軍では1970年代に LST の新機軸としてニューポート級が建造されたものの主流とはならず、この種の感染は全て退役済みである。その一方で、開発途上国や台湾では現在でも LST-1 級が数々の延命回収を受けながら現役であるところもある。第二次世界大戦後、余剰となった。 揚陸艦は民間に払い下げられ、貨物船やフェリーなどとして再活用された。広い甲板や格納庫を有する特徴から追加設備を設けて揚陸艦以外の用途に流用されることがあった。工作艦や指揮艦、病院船などに使用された例がある。アメリカ陸軍における兵站支援艦は LST のコンセプトを応用している。ただし、前線における 敵前上陸等は想定されていないため、艦首のランプなどは簡略化されている。日本においても戦後の一時期、聖艦連絡船の貨車輸送に2隻の LST が使用されていたが、船体の構造が貨車輸送に不向きなことや燃料の問題、さらに当該の艦そのものの状態もあまり良いものでは、なくこの輸送は早々に打ち切られた。 アメリカ合衆国インド韓国中国大日本帝国日本フランスありがとうございます。